7月9日日曜日、中央が丘自治会が恒例の防災祭り夏祭りを開催しました。まずは屋外拡声器から住民に向けて避難指示が発令され、家族がまとまって中央が丘会館に避難する訓練が行われました。参加したのは213世帯718人の皆さん。迅速に行動し、各組長のもとに集合していました。中央が丘自治会の滝上正幸自治会長です。本当に迅速な避難をしていただきましてありがとうございました。この後、いなべ市の大月博康危機管理士から防災の心得についての話がありました。早め早め皆さん逃げるということが大事なのかなというふうに思います。また今年度新たに備えられたブルーシートをはじめ、移動や設置が簡単で非常時にも便利な赤外線暖房機と、市販のカセットボンベ2本で発電するガスパワー発電機の展示もありました。さらに大安東分団の皆さんによる体験コーナーも設けられ、本物の消防車に乗って嬉しそうにハンドルを握る子どもの姿も見られました。お昼にはいざという時に実際に使用する大鍋で600食の豚汁が作られたほか、みたらしやシロップがたっぷりかかったかき氷、また桜ポークを使用した焼きそばが大人気で長い行列ができていました。子どもから高齢者まで多くの人が集まり絆を深めたこの祭り、参加した住民は、一人暮らしなので地域の人と顔を合わせておこうと思い数年前から参加しています。同じ組の人でもなかなか普段は話す機会がないので貴重な時間ですと話していました。今回初めて避難訓練から始まったこの催し、関係者は今日の避難訓練に参加してくださった皆さんの姿勢にとても感動しました。継続が大切ですので、引き続き防災に関する取り組みを行っていきますと話していました。